オオアリクイは、有毛モモクアリクイかオオアリクイ族に分類される、アリクイ。本種のみでオオアリクイ族を構成する。オオアリクイ族は、アリクイかの模式族。アルゼンチン、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ブラジル、フツリオギアナ、ベネズエラ、ボリビア、ホンジュラスアルゼンチンの一部、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、 ブラジルの一部、ベリーズでは絶滅したと考えられている体長100から1 2 0ートル。尾長65から9 0トル。体重18から3 9ラム。分担を除いた全身が荒く長い体毛で覆われる。尾の体毛は3 0トルに達する。体毛のほとんどは黒または、暗褐色で、尾は褐色。喉や胸部から肩にかけて、 白く縁取られた黒い反紋が入る。前肢は白く、端に黒い帯模様がある。粉嘆は非常に長く、嗅覚も発達している。舌は細長く、最大で61センチメートルに達する。舌は大気線から分泌された粘着質の大気で覆われる。目や外耳は小型だが、聴覚は発達している。 全死の指は5本で、湾曲した4本の大きな爪があり特に第2、第3死で顕著。第5死は退化し、外観からはわからない。代謝能力は低く、体温は摂氏32.7度。2003年に発表されたミトコンドリア DNA の16、エスナの分子系統解析では、 本族とコアリクイ族タマンズ合わせ290万年前に分岐したという解析結果が得られた。サンアッシュに分類されている。以下の分類はガードナー及びガウジンへ通るに従う。低地にある草原、小宅地、明けた森林などに生息する。地表性、単独で生活する。昼間に活動することもあるが、人間による影響がある地域では夜間に活動する。 地面に掘った、浅いくぼみで1日あたり14から15時間は休む。寝るときは体を丸め、尾で全身を隠すように覆う。移動するときは爪を保護するため、前肢の甲を地面につけて歩く。泳ぎはうまい。外敵に襲われると尾を支えにして、甲子だけで立ち上がり、前肢の爪を振りかざし相手を威嚇する。それでも相手がひるまない場合は、爪で攻撃したり相手に抱きつき締め上げる。 天敵としては、ジャガーなどが挙げられる。食生は、動物食で、主にアリやシロアリを食べるが、昆虫の幼虫、果実などを食べることもある。匂いを頼りに巣を探して、全種の爪で破壊する。その後、舌を高速で出し入れして捕食する。1日で、約3万匹のアリやシロアリを食べると推定されている。一つの巣から捕食する量は少なく、一回の捕食に、 費いやす時間も平均で1分ほど、複数の巣を徘徊し、再食を行う。1回の捕食量が少ないことや、複数の巣を徘徊することで行動圏内の獲物を食べ尽くさないようにしていると考えられている。直接飲み水することもあるが、水分はほとんど食物から摂取する。俗名、マーマッカーファガはアリクイーの胃。繁殖様式は耐性。 妊娠期間は142から190日。1回に1頭の幼獣を後足だけで直立しながら産む。授乳期間は約6ヶ月。幼獣は生後1ヶ月ほどで歩行できるようになる。生後6から9ヶ月は母親の背中に捕まって過ごす。生後3年で生成熟する。寿命は約16年と考えられている。食用とされたり。 企画が利用されることもある。薬用になると信じられている地域もある。生息地の破壊、攻撃的な動物と誤解されての駆除、毛皮用や娯楽としての狩猟などにより、生息数は減少している。2014年現在は、過去10年で、生息数が30%以上減少したと推定されている。1975年のワシントン条約発行時から、 付属書通に掲載されている。一方で危機を感じた際には、前足にある鍵爪を振りかざして防衛行動に出ることがあり、2014年にはブラジルで漁師が2名が死亡した例がある。中南米の一部に約5000頭が生息するのみの状況、と2014年7月28日付のフランス通信社は伝えている。ありがとうございます。